春らしい日々が続き、桜も見頃を迎えましたね。マイシティ土浦は土浦市からのお知らせやイベントなど身近な話題をお届けする情報番組です。現在新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、急遽予定していたイベントを中止または延期する場合や市の施設を休館する場合がありますのでご了承ください。なお最新情報は市ホームページでご確認ください。それでは初めに土フォトのコーナーです。すっかりおなじみとなった土浦市のイメージキャラクター土丸。この土丸とお気に入りの場所で写真を撮って送ってください。土丸オフィシャルフェイスブックへの掲載や番組での紹介をいたします。今回の写真はこちら、大輔さんからの土フォトです。土浦市内で撮影したそうです。霞ヶ浦総合公園の周遊道で撮りました。イチョウの葉が黄色くなって秋ですね。異常気象、今年の冬はどんな天候になるのかな、というコメントをいただきました。大輔さん、投稿ありがとうございます。応募方法など詳しくは番組の後半にお知らせします。続いてはお知らせマイシティのコーナーです。今週は健康相談、栄養相談、課税課からのお知らせ、狂犬病予防集合注射を実施します。令和3年春の全国交通安全運動についてお送りします。はじめに健康相談、栄養相談についてお知らせします。健康増進課ではお子さんからお年寄りの方まで幅広い世代の方を対象に、保健師、管理栄養士による個別相談を保健センターで行っています。また電話による相談も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。健康相談、栄養相談の開催日時はご覧の通りで、相談時間は1人30分程度です。お申し込み、お問い合わせは健康増進課までお願いします。次は課税課からのお知らせです。令和3年度固定資産税納税通知書を4月7日に発送します。対象は令和3年1月1日時点で市内に土地、家屋、焼却資産を所有している方です。なお第1期納期限は4月30日金曜日となっています。また固定資産税を納税している方が自分の土地や家屋に関する評価が適正かどうかを確認するため、価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。期間は4月1日木曜日から30日金曜日まで、場所は本庁舎課税課となります。縦覧を希望する方は運転免許証など本人確認書類をご持参ください。詳しくは課税課までお問い合わせください。続いて狂犬病予防集合注射の実施についてお知らせします。期間は4月3日土曜日から16日金曜日まで、手数料はご覧の通りです。実施場所など詳しくは通知書またはホームページをご覧ください。飼い犬の登録と
年1回の狂犬病予防注射は法律で義務付けられていますので、お忘れにならないようご注意ください。詳しくは環境衛生課までお問い合わせください。最後は春の全国交通安全運動についてお知らせします。期間は4月6日火曜日から15日木曜日までです。今回の運動の重点は子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保、自転車の安全利用の推進、歩行者などの保護をはじめとする安全運転意識の向上の3点です。また4月10日土曜日は交通事故死ゼロを目指す日です。一人一人が交通ルールを守り、交通事故をなくしましょう。詳しくは生活安全課までお問い合わせください。毎週土丸の写真を紹介するコーナー、土フォト。今回紹介した写真はこちらの1枚。それでは応募方法をご紹介しましょう。土丸グッズと一緒にお気に入りの場所で撮影した写真をメールで送ってください。その際、撮影した場所、一言コメント、お名前も忘れずに記載してください。なお、お名前はイニシャルやペンネームでも OK です。ただし内容によっては掲載および放送できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。皆さんのご応募お待ちしています。続いては土丸じゃんけんです。次はウォッチング土浦です。今週のウォッチング土浦は3月末で閉園する新張幼稚園の卒園式と閉園式の模様をお送りします。3月19日新張幼稚園で卒園式が開かれました。式典は式次第に沿って厳粛な雰囲気の中取り行われました。改めまして卒園生の皆さん、保護者の皆様、ご卒園おめでとうございます。卒園証書が授与され、新張幼稚園最後の卒園辞を送り出しました。その後、園児たちが改めて入場し、卒園式に続く閉園式が行われました。長きにわたり新張幼稚園を支えてくださいました卒園生や地域の皆様の心中は察してあまりあるものでございますが、子どもたちの未来を考え、公園の閉園にご理解をいただきましたことに心から感謝申し上げます。新張幼稚園の閉園式を閉会いたします。今回の卒園生は5名ということで、とても少ない中で、先生方との関係はとても密でした。ですので、思い入れというかね、先生方もいろいろ工夫してきたので、ほっとしているところが大部分ですね。無事に卒園させてやることができたということで、幼稚園はとっても行事が多いんです。
行事行事の連続ですから、その中でも親子で遠足に行くとか、親子の運動会だとか、そして学習の発表会というのが一番大きいものでしたね。それが特に印象に残っています。新張幼稚園は設立以来、新張地域の幼稚園としてたくさんの子どもたちを育んできました。そして今その役目を終え、およそ50年の歴史に幕を閉じました。献血ご協力のお願いです。4月はご覧の会場で献血が実施されます。献血は愛のアクション。わずか40分の献血で救われる命があります。皆さんぜひご協力ください。さて、この度大学卒業に伴い約1年間担当させていただいた学生アナウンサーを卒業することとなりました。4月からは社会人として頑張っていきます。短い間でしたが応援していただきありがとうございました。マイシティ土浦では暮らしやお出かけに役立つ情報を皆さんにお伝えしていきますので、これからもぜひご覧ください。今週は学生アナウンサー糠賀がお送りしました。